バイデン政権は2020年の大統領選挙を経て2021年1月20日にジョー・バイデンが大統領に就任することで発足するアメリカ合衆国の政権を指す。バイデン政権ではカマラ・ハリスが副大統領を務める。バイデンは2019年4月にビデオにて大統領選挙への出馬表明をした。過去にもバイデンは1988年に 選挙運動を繰り広げたが落選している。バイデンの就任演説に向けて設営中のアメリカ合衆国議会議事堂演談政権以降は順調に行けば2021年1月20日零時までに完了する予定だが一部の州での郵便投票不正疑惑をめぐるトランプの法廷闘争により複数の州で投票の再集計が行われることになれば 政権移行のための重要な手続きが数週間、遅れる可能性がある。就任式は、アメリカ海軍バンドや人気アーティストの演奏で始まり、その後バイデンとハリスはそれぞれ、アメリカ合衆国最高裁判所長官の下就任の宣誓を果たした。就任式の主題は、アメリカ合衆国憲法全文にちなんで、民主主義への我々の固い決意、完全なる結束に向けて、 となっているマーチン、ジョナサン・バーンズ、アレクサンドル、バイデン・ウィンズ・プレジデンシー、エンディング・フォー・チュー・マルチュアス・イヤーズ・アンダー・トランプ。 ニューヨークタイムズ、一瞬0362から4331、https コロンスラッシュスラッシュ www.nytimes.com スラッシュ2020スラッシュ11スラッシュ0 7スラッシュアススラッシュポリティックススラッシュ biden-election.html2020 年11月7日閲覧 When is inauguration day 2021? Here, S.Wen President Elect, Joe Biden Will Take Office. Pen Live, 2020年11月7日閲覧 .He's, Lion, How To Swear In, A Pandemic President.Paritico, 2020年11月7日閲覧 .Jo, L.I., Kumara, Harris Makes, Historias the First Human to Become Vice President. ボックス、2020年11月7日閲覧。コーン、ネイト、ワンイヤーフロムエレクション、トランプトレイルズ・バイデンバット、リーズ・ウォーレイン・バトル・グラウンズ、ザ・ニューヨーク・タイムズ、イシュン0362から4331、https、www. ニータイムズ・ドットコム、2019-11-04、11 04? アップシャット、 トランプ・バイデン・ウォーレン・ポルズ HTML2020 年11月8日閲覧。アメリカ大統領選挙。トランプは政権移行に協力するバイデンを待つ茨の道ニュースウィーク2020年11月8日。2020年11月8日閲覧。ありがとうございます。